皆さんこんにちは。ウルバナラボ薬剤師の砂川彩音です。今回は秋の肌トラブルについてお話をしていこうと思います。皆さん秋は肌トラブルが多い時期ってご存知でしょうか？肌の秋バテなんて巷では言われたりもするそうなんですが、夏場の紫外線を浴びたことによる肌トラブルっていうのは、実は夏の終わりから秋にかけて表面化してきやすいと言われています。その理由としては皆さんもご存知かと思いますが、ターンオーバーにかかる日数が関係しています。肌のターンオーバーといって、肌を再生するサイクルみたいなものがあるんですけど、これは一巡するのに約28日かかると言われています。なので8月に受けたこの紫外線のダメージっていうのは、ターンオーバーの始まりである基底層まで届き、ダメージを受けた細胞が約28日かけて角質層、お肌の表面に現れてきます。その時に乾燥とかごわつきとか、そういった肌トラブルを感じやすくなってくるんです。また基底層のメラノサイトは紫外線を浴びるとメラニンという色素を生成します。これがターンオーバーによって角質層にこう出てきて、皆さんの気になるシミになってくるわけですね。この紫外線ダメージによるシミなどは、この時期にしっかりケアをしていくことが大切になってきます。またこの時期肌トラブルが増える原因としては、乾燥と寒暖差が一つの要因となってきます。この時期徐々にこう気温が下がってきたりとか、それから湿度が低下してきて、急激に肌が乾燥したり、肌の血流が悪くなってくることがあります。肌の乾燥はバリア機能を低下させてしまって、かゆみとか湿疹、それからシワとかたるみなどにもつながってきてしまいます。そしてやっぱり夏場っていうのはどうしても水分が不足したりとか、脱水症状を引き起こしやすかったりするので、お肌も体もちょっとカラカラの状態になっていることが多いです。そのダメージがこう蓄積されてきて、今の時期に乾燥として現れてくるっていうことも少なくありません。本当に一つのトラブルがまた新たなトラブルを生むっていう悪循環に陥りやすい季節なので、しっかりケアをしていきましょう。皆さん普段からケアはしっかりされてると思いますが、この時期特に大切なのは保湿になります。たっぷりの化粧水で水分を与えてあげて、乳液で油分と水分のバランスを整えてあげる、それからクリームでしっかり蓋をするっていう一連のスキンケアをしっかり心がけていきましょう。そして夏場にカラカラの状態になってしまったお肌に潤いを与えてあげるためにも、この時期は特に水分補給を意識してあげてください。やっぱり内側からのケアっていうのもすごく大切になってくるので、秋はお肌のメンテナンスをするのにも最適な時期になりますので、正しい生活習慣と正しいスキンケア、両面からケアをしていきましょう。ウルバナラボでは美容や健康に関する情報をお届けしています。グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。